はようございます。おはようございます、現在5時半という早朝ですが、今日は何を紹介していただけますか？はい、まずは名前、自分を紹介します。はい、名前、関口博士、自動車会社のエンジニアとして、法規認証部に所属をして、自動車の、技術的な法規の認可を取る仕事をしています。おお、なるほど。それで今日は、はい、今日紹介するのは、トヨタチェイサーです。お、これですね。かっこいいですね。ありがとうございます。お褒めに助かり。ちなみに、はい、じゃあこの車の好きポイントを3つ挙げてください。はい、大事なことはいつでも3つです。はい、1つ目はやっぱ外見です。あのいわゆる面食いなので、はい、あの見た目がいいのが大好きです。なるほど。はい、ちなみにこの見た目のどこら辺が、はい、あのちょっと時代を反映してるのかもしれないですけど、うん、シンプルな、この板金というか、うん、このリア周りのランプ、はい、ちょっと4灯式というか、うん、こういう形のテールにちょっと古臭いこのウイング、はい、小さいウイング、あのちょっと古いですけど、この形のドアハンドル、うん、面の形をこうスポイルしない、うん、板金に沿った、一体となった面を出せる。それからハードトップ、あのサッシュレスというか、うん、ハードトップのところ。なるほど。そして HID ヘッドランプに、お、まあ、あとはとにかくシンプルな、造形ですね。あのフェンダーにしてもフローターにしても、うん、とにかく全部シンプルで、かつスポーティー気味なセダン。気味、はいはいはい、そこが大事です。なるほど、はい、あくまでセダンっていうのが大事です。なるほど。これ一つ目です。はい、じゃあ二つ目ご紹介お願いします。二つ目は、はい、今セダンって言うとどうしても、親父かヤンキーかっていう、印象が強いと思うんですけど、はいはい、僕としてはその親父っぽいんだけどめちゃくちゃ中身はパッと見よりもハイパワー、おう、そこが大好きで、ちょっとエンジンルームを見てください。はい、はい、エンジンルームだそうです。今となっては、時代に逆らってますが 2.5 リッターのターボ、はい、直列6気筒、BMW とかだとシルキー6と呼ばれるようなシリンダー配列で、はい、もうとにかくよく回ってパワーが半端です。はい、なるほど。自称300馬力、お、このエアクリーナーとかタワーバーとか、はい、あと見えないですけど他にもマフラーとか、あとサスメンブレース、タービン交換、いくつか手が入ってる。そこはちょっと密かな、人にはいちいち見せませんけど大好きポイントです。なるほど。はい、ちょっとエンジンかけます。はい、いい音ですね。はい、ついに3つ目なんですけど、はい、今まで散々この車自体僕が好きだ好きだって言ってましたけど、はい、一番の理由っていうのは、はい、やっぱり人との出会いでした。お、あのかっこいいこと言いますね。はい、あのそもそもマーク2とかのセダンに、はい、ハイパワーの面白い車があるっていうのは昔知らなかったんですけど、うん、仕事でお世話になった人が、うん、マーク2に乗ってて、はい、その人のマーク2ツアラー V に乗せてもらって、なんて速いパワフルでかっこいい車なんだと知ったのが実はきっかけです。はいはい、でその人にすっごくお世話になって仕事をさせてもらって、はい、で、ああ俺も
この人の兄弟になりてえ、なんか変な意味じゃなくてとにかく兄弟になりてえと思って兄弟車、はい、これはマーク2乗ってたので、はい、兄弟車のチェイサーを買っちゃいました。なるほど。その人とも、ますます仲良くなり、時々一緒に走るおいう、それが実を言うとこの車大好きっていう根底にあります。その人との絆というところですね。そうですね、はい、なるほど、はい、じゃあ以上この見た目と、はい、エンジンルーム、エンジンと、はい、そして、そして、兄弟、お世話になった人との、兄弟関係、ブラザーフッドってやつですね。そうです、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。最終的には人でした。そういうことですね、はい、最後にこの車のなんだろうな、まあ、見てこの動画を見てくれる人にメッセージ。はい、みんなセダンは親父でもヤンキーでもなくかっこいい車なんだよ、みんなセダン好きになろうね、ドア4枚あった方が便利だよ。以上です。はい、ありがとうございました。